はい、こんにちは。札幌占い美容室、早見氏のことです。まあ、ちょっと変わったかな、スタイルかなと思うんで、このアクアのスタイルを、すごい素敵なスタイルなので、こちらをやらせていただこうかなと思います。結構気をつけないとダメなのは、このバックがウルフっぽく短く切りすぎてしまうと、結構古臭いスタイルになっちゃうので、結構浅ぶけがありつつのウルフカットっぽい感じかな。で、サイドは結構切り込みが強いので、結構エッジが効いたスタイルかなと思います。はい。まあ、これも簡単なので、すぐ切れますね。このウェイトポイントは、結構ミセスラインぐらいのウェイトポイントを僕は作るんですけど、この場合だったら、ミセスくらいのウェイトポイントなんで、かなり高めですね。この辺に設定します。ここはまだ一体60台ぐらいの設定する位置なんですけど、この辺で1回ウェイトポイントを決めます。はい、でそこからスタートですね。まずここを1回決めちゃいます。ここをサイドから見ながら、この辺でいいのかなっていうことをまず決めます。はい、で、今度はサイドですね。問題はサイドが結構中切り込んじゃってて、これ細かくは分からないんですけど、多分レザーカットかな。お土産がピロンって出ちゃってるんで、多分レザーで切ってると思うんですけど、ここを、ちょっと2ブロックラインで、耳かけてるのかなって気もするんですけど、多分短いですね。ちょっと前下がりでちょっと想定ができないんですけど、型にはまったブロッキングはないので、ちょっとこういう感じに変な感じになります。ちょっとおかしな感じになってるんですけど、バックもこんな感じで撮ってます。同じような感じ。はい、でまたこっちのサイドから切るんですけど、気をつけないとダメなのは、結構このバックのところがなんか、まあ、切りすぎてないので、結構ついてるのかなって感じがするんですけど、なんか毛量が少ないですね、モデルさんね。で一番最初にポイントは、なんかここの長さがどこなんだろうっていうのをちょっと雑誌を見て確認します。で雑誌と合わせて、あ、この辺なんだなと思ったら、はい、で上を下ろしまして、はいはい、だこういう風に切ってると、何がいいのかっていうと、まず、どういう人来ても怖くないっていうのも一つですけど、楽しいですよね、カットがね。面白いっていうか、なんか遊んでるみたいな感じになります。はい、なんでこう型にはまっちゃうと切ってるって感じで仕事になっちゃうんですけど、これだともうなんか自由なんで、むしろなんか切りたいみたいな感じになるんですね。で、ここは表面もなんか若干ディスコネの毛があっても、ブラウンがあっても絶対カットとかできるんで絶対大丈夫ですね。はい、ペンシルシザーですね。出番はでペンシルシザーで、まあ、上からちょっと取っていく感じです。結構ここはざっくりこれなってるんで、で前髪のニュアンスとかは、結構この辺は、この間までやってたやつ結構使えるんですけど、困った時に使う方法なんですけど、前髪困ったどうしよう、そういう時になんか軽くしたいけどどうしていいか分かんない、そういう場合はこれ、これでだいぶなんかそのニュアンスに近くなって、でここら辺も長さがちゃんとあるので、なんか古臭くないかなっていう感じがします。で最後に、お決まりのライバルタンで、要は中を削って表面もなじました方がいいので、この表面をなじますっていう意味でダイバルタンを入れます。ありますですね。こういうようなニュアンスがここで作れたかな。結構近いと思います。だいぶね、どうかな、うん、まあもっとね時間かければあれなんですけど、アクアの表参道の、スタイルなんですけど、非常に素晴らしいスタイルで、なんかおしゃれだなって思って、モデルさんの色もすごく素敵ですし、うん、なんかすごい合ってますよね。この髪型もすごい